やってきました、メタルギアの時間です。今回も FOB をやる予定だが、もうこれ以上は解説することがないだろ。実はそうなんです。でも、今回ちょうどよく動画のネタ提供者が現れたんですよ。はい、こちらが今回のネタ提供者さんですよ。報復戦か、動画のネタとしてはかなりいいものだが、まだ勝てると決まったわけじゃないだろ。そんなことありませんよ、時間さえあれば。相手の資源を根こそぎ奪ってやりますよ。フラグ回収しないように頑張れよ。今回、潜入するのは拠点開発プラットフォームで、警備設定は中距離非殺傷ですね。そういえば、非殺傷は初めて動画にするが大丈夫なのか。撃たれて倒れても即ゲームオーバーでないだけ優しいですよ。まあ、見つからなければ良い話ですけどね。装備はこのシリーズおなじみのセットか。詳細が気になる人は私の過去作を見てくださいね。今回の生存時間は18分か。これは長い方ですね。さっさと敵を全滅させてゆっくり略奪しましょうね。最後に連れ帰ってくのか。いいんじゃないですか。ゆっくり略奪採用しますね。もういつも通りの光景が続くだけだからカットするぞ。ブラストアームの電池を使い切ったところですね。見事なフラグ回収だったぜ。いや、違いますよ。だって、戦闘した方が損害になるし。まあ、戦闘になったからには仕方ないな。もちろん、絶対なんてしないよな。もちろんですよ。でも、現実でもかなり動揺してるので前回言った。大損害プレイのルールに全く乗っ取っていないプレイになってますね。あれだろ、迫撃砲の位置をずらしたり、安全地帯を作りながら移動するってやつだろ。電車はまだできていますが、校舎は全くできてませんね。まあとりあえずは、現在の状況を整理しようか。まずはお前の状態だな。精神状態は大変乱れています。いつもよりクソエイムになってます。敵の人数は、カットした間も含めて、3人くらいしか倒していません。なので、隣のプラットフォームからの増援を含め10ほど敵が近くにいるはずです。なるほど、そんで今は無能兵のおかげでなんとか生きてると。今撃ってるこいつなんて地面撃ってましたね。ところで今は珍しくアサルトライフルを使ったな。別に対物ライフルでいいだろ。正直今回はムカついて相手に確実な損害を与えるべく、敵を回収しようとしてます。そんなことしている場合なのか。その通りで悪いプレイですね。こんなことをするなら、さっさと制圧してコンテナ回収した方がいいですよね。じゃあ、今回は敵を回収することが多いのか。そうなってますね。なので結構無理なプレイをしてますね。熱くなっても冷静じゃないとダメってことだな。あと、さっきから機関砲をガンガン撃ってきている敵がいるようだが、そいつは放置でいいのか。位置によりますね。おそらく、機関砲は私のいるプラットフォームから撃たれてます。その場合は、機関砲の位置が建物横なら当たりませんが、さっきみたいに建物の上の機関砲から撃たれているなら逃げる必要がありますね。で、機関砲の敵を倒すときにはブラストアームが一番いいですね。機関砲は当たるとダメージが大きいもんな。仮に、対物ライフルだとヘッドショットで敵を倒しても、他の敵が機関砲を使ってくるので、機関砲を丸ごと使えなくするのがベストです。ちなみに今、安全地帯から出ているがいいのか。はい、今回はなぜか迫撃砲が飛んできていないので、プラットフォームの上に移動しました。でも、まだこのプラットフォームに敵がいなくなったと決まったわけじゃないだろ。その通りです。いつもならばここでノットシアニンを使い、プラットフォームに敵がいないことを確認するのですが、急いでいたので確認しませんでした。なんでだ、別に18分もあれば増援全排除できるだろう。確かに制圧することは可能なのですが、前回のの動画のようにコンテナ回収の時間がなくなってしまうので、急いでいますね。そういえば、現在の天気は霧だが、天気によって損害プレイに影響はあるのか。もちろんです。FOB には雨、晴れ、曇り、霧といった天候の種類があります。普通の潜入ならば雨や霧は敵からの発見を少なくする味方なのですが、私のような外事の場合には敵が見えづらくなってしまうので、晴れが一番いいですね。しかし、FOB では天候を操作できないので、いつも暗視ゴーグルを持ってきてますね。今みたいな状況も考えてあるんだな。でも、今回みたいに相手の敵兵士がスニーキングスーツを着ている場合は、別に暗視ゴーグルを使う必要はないだろ。そんなことはないですよ。スニーキングスーツを着ていてもよく見れば敵が見えますし、敵が持っている武器は暗視ゴーグルに映りますし、今みたいに敵の後ろにコンテナがある場合には、敵兵士が黒く浮かび上がりますからね。さらに言うと敵の撃った弾も映るから、相手がスニーキングスーツでも使った方がいいみたいだな。ちょっとつまらない状況が続くのでカットしますね。ここで進むのを急ぎすぎたことによる代償が起きます。代償も何もたまたま倒しそびれた敵がいただけじゃないのか。敵が一人ならば倒しそびれたと言えますが、今回は4人の敵が私の後ろにいました。
4人というのは増援としてはいてくる人数と同じなので、この敵たちは私の後ろからはいてきた、と考えられます。制圧したはずのプラットフォームからはいてくるってなんか理不尽だな。まあ、これは仕様なので仕方のないことですね。なのでいつもは、こんなことにならないためにもゆっくり進んでいるんですよね。でも、今回は急いでいるのでこの後さらにひどい後ろ脇が発生しました。予定では、今倒した二人で完全制圧のはずでした。でも、まだ敵を制圧した時になるピーンって効果音が鳴っていないな。建物の裏側などに敵が隠れていることはよくあるので、とりあえずノクトシアニンを使ってますね。ああ、わかりにくいが遠くの方に4人敵がいるな。これが早く進みすぎたことによる二つ目の代償、遅延行為の4人組、です。一生懸命時間を短縮したのに、こいつらのせいで1分以上のロスですからね。制限時間が18分のおかげでなんとか助かったな。もちろん、遅延行為をした奴らは私が美味しくいただきました。まあ、そんなことをしていたらコンテナ6つしか回収できなかったんですけどね。まあ、時間が足りなかったから仕方のないことなんじゃないか。だから今回は大損害、とはいかなかったな。そうですね、次こそは全回収してやりますよ。次こそってことはまだ続けるのか。そうですね、続けたいんですけど、解説することがもうないんで大損害プレイでランク A を目指すとかでいいんじゃないですか。できるかどうかわからないが、まあ、お前できるところまでついてってやるぜ。というわけで、次回からは高ランクを目指して頑張ります。次回も見てくれよな。ご視聴ありがとうございました。